はい、東の貯水湖やってまいりました。ここにね、宿泊用のベッドあるんですけど、ここから視点を移すと、バルッタとシドホジが待ち構えています。バルッタの解放、やろうかね、早速。おお、来たな、リンク。待ちわびていたぞ。はい。キラン。ちょっと待ってくれ。よく見たらゾーラの鎧着てないじゃないか。ということで、ゾーラの鎧必須となっております、ここ。なのでこれ一旦着ましょう、ゾーラの鎧。よし、グッジョブだ。さあ、水の真珠を沈めにいるぞ。それということで、シド王子の背中に乗って協力プレイだよね、この NPC との。前回はそのテバさんと一緒に協力してやりましたけど、今回はシドと一緒にこの真珠を解放することになる。このね、肩にあるピンクに光る装置、ここに電気の矢を当てるという4つあるんですけど、それ全部当てるということで、よし、行くぞ、行くぞ、ぞ、水の中なら誰にも負けんぞ。ブッダはこちらに反応している。一旦離れて進めいる隙を使うぞ。全然口が回らん。俺は全速力で突っ走る。チャンスと見たらルッタの滝に突っ込むぞ。はい。真珠バルッタは古代の不思議な力を使ってくる。氷のようなブロックも古代エネルギーらしい。対象は君に任せたぞ。わかりました。この氷の、これはアイスメーカーで破壊することができて、この滝を、ゾーラの鎧で滝登りして、肩のピンクの装置を電気庭で、まあ、1個なり2個なり打つという、まあ、そういう真珠戦になってますね。ですが、このゾーラの鎧、これは脱がせていただきます。で、どうやって、この真珠の肩を打つのかということなんですけど、下からも一応打てるんですね。で、これをは、あれ スタックしてる。シュド？スタックしてますよ。あ、大丈夫。で、その下側から狙い撃つ。いいね。うまくない？めっちゃうまいじゃん。あと2つ。で、この鉄球みたいなイガイガがついたものが送られてくるんですけど、これも、直接壊すこともできますし、この柱をね、軌道上に立てて壊すこともできるという、まあ、どちらでも大丈夫です。弓矢で壊すこともできるんだけど、いや、マジでうまい。マジでうまいよ。で、最後、氷がね、めちゃくちゃ出てきます。これ10個出てくるんで、これちょっと時間を使いながら壊して一周回りましょう。このシド王子半周じゃなくて一周回る感じで、時間をかけながら壊そう。大丈夫かな。これで、こっち側の制御装置がある方になんですけど、下からは打てないので、アイスメーカーの足場を利用して打ちましょうか。 めっちゃ見られてる。鎧は使わないのか、リンクみたいな目で見られてるけど、オッケーですね。うおー、最高だぞー。 これで空が晴れると。見ろ、リンク、ルッタの砲声が弱くなったぞ。電気が通電してルッタが浮上するぞ。君の目的は中に入ることだろう。ああ、これ、そうか、水に浸かってたから入れなかったわけか、どっちみち。なるほどね。リンク、ありがとう。おかげで真珠の放水は止まったぞ。シド。けど、
君がやらなきゃいけないことはここからが本番なんだろう。いいね、この勇気を奮い立たせてくれるこの BGM と指導士。幸運を祈っている。ゾーラの里でまた会おう。待ってるぞ。待っててくれ。必ず解放してくるからな。取り戻すぞ。うお、すげえ。いいね。リンク、君は最高だ。ということでやってまいりました。バルッタ、100年越しに。無事だったんだね。私思ってた、いつかあなたがここに来てくれるかも。待たせすぎたな。ガノンに乗っ取られたこのルッタを取り戻しに来たんだよね。それならまず内部の構造を示したマップを手に入れて。ということで、まずはマップを手に入れましょう。そこにありますね。よし、ついに神獣の攻略です。まずは普通にねクリアしていこうかなと思います。この目もあるんですけど、爆弾で壊してもいいですし、まあ、普通に無視することもできるんですけど、これ普通の小型ガーディアンですね。強化されてないので弱いと。これ取り逃さないように取っときましょう。爆弾一発でかなり弱いな。最初のマップはここの、このこいつを、目を倒して、で、アイスメーカーで開けて、中に入りましょう。バルッタッタッタだ。バルッタはね、神獣操作しないとクリアできない神獣ではありますね、一応。神獣のマップを手に入れたのね。はい。マップをよく見て。光っている印が、神獣バルッタを制御する端末。ルッタを取り戻すためには、制御端末を全部起動させないといけないの。頑張って。バメドウと同じく、まあ制御端末を開けていくことになるんですけど、寒くないんでね、まあ、その分楽ですよね。このハンドルを回して、で一つ目と。で、ここの下、宝箱あります。取っていきましょう。古代のバネ。OK、じゃあ上に上がりましょうか。で、ガーディアン、小型ガーディアン、ジョイですね。水でも近いんで落ちてもらおうかなと、ね、はい。で、2つ目の制御装置があちらにあります。ここはこの水の噴射口、ここはアイスメーカーで固めて水位を下げるという、まあ、水をやっぱり使ったギミックですよね。下に来たぐらいで、そして、でオープンと。あなたならできる。できる。でアイスメーカーを破壊して、また水車みたいにぐーっと動かしてもらって、んで、あそこですね、宝箱があるので取りましょう。じゃあ上に登っていきましょう。ここは目があるので、まあ、早めに潰しておいて、ここと、ここはですね、ゾウの鼻を動かします。ゾウの鼻、水が噴射されていまして、で鼻が上に向くことで水の噴射がこの本体自体にかかるようになります。あれですね、シャワーがかかるようになる。でこれちょうどいい感じにこの左回転になりますんで、これでですね、この丸い玉をギタロックしまして、
で、ゲートが開いた状態で制御端末を開けると。バルッタはかなりギュッと詰まってますね、制御装置の場所が。で、次はあそこの石のこれですね、これをビタロックして、で、開けます。で、この左の上側に行きたいんですけど、こっちから行きましょう。下の階に降りて、この歯車を登っていきます。これ気をつけないといけないのは、鼻の高さを調整して、この大きな歯車は左回転にしておくってことですね。左回転にしておかないとこうやって登っていけないんで。で、このガーディアン、こいつも落としましょう。ほいっと。嘘、落ちたはずなのに。確かに落ちたよな。何ワープしてくるぞ。おい、それでどう。あ、死んだかな。いるんだけどなんだこれ。ここで、滝、ゾーラの鎧を着てるとこれがショートカットになるんですね。滝壺に落ちろ。どう、死んだ。あ、死んでる滝壺に落としたらよかったか。モリアーティみたいなやつだな。で、ここの上、宝箱あります。逆回転にして花を全部、上まで上げると逆回転になるので、あれですね、これが宝箱。はい、オッケー。で、鼻を一番下まで下げます。下げたら先端に向かって、飛んでいくと、飛んでいったらマックスまで上げます。この制御端末があるので、真珠操作は、この真珠は必須になってますね。マップ必ず取らないといけない。で、次の宝箱、この左側にあります。でもこれはこのまんま取っても大丈夫です。正規ルートで行くと、この反対側、まあ、反対にある目玉を潰すっていうのが、まあ、正規ルートなんですけど、まあ、めんどくさいんでハート半分で済むならいいやってことで。で、また鼻を下げて、で、次の宝箱先端の方にありますね。あれを潰して、古代のシャフト、鼻を適当な高さまで上げて、そっからジャンプと。で、頭の上を目指します。で、このなんだろう、脳みそに開いた穴から下に侵入と。で、あれを壊して、で、この下に宝箱がありますね。まずそれを取っときましょうか。で、ここの炎、ここの炎にこの上から浴びせてる水をぶっかけると消えるという、まあ、ギミックなんですけども、この一番下から運んできたこの鉄の宝箱、これをですね、いい感じで重ねるとこんな感じで調べられるというね、あります。火は消さなくてもよかったというね。制御端末はこれで全部。これで全部と。メイン制御装置を立ち上げられるようになった。はい。一応ですね、正規の解き方はちょうどいい感じの角度に調整した花で、水がバッシャーかかってる状態なんで、このゲートを開けると、まあ、水が消えるというギミックでした。過去形。はい、これで制御端末の方に向かえば、ここですね、これに向かえばカースガノン戦ですけど、ちょっともうちょっと簡単な方法、このリーバルトルネード持ってたらもっと楽できますんで、ちょっとそれ紹介しますか。じゃあやりますか。リーバルがあるとかなり楽できるという。まずは、まあ、この辺は普通に開けちゃいましょう。まず最初のリーバルトルネード、これを使って2段目のここに着地と、で、2回目のリーバルトルネード、ちょっと邪魔入りましたけど、これを使ってゾウの
てっぺんまで登ってきます。で、象の鼻をここに調整と、で、こっからリーバルトルネード、最後のリーバルトルネードを使ってこの制御端末にアクセスします。この中に入ってで、開けてここに戻ってきたらこの中にスッと入ってしまう。入ったらもうシャッター閉まっても関係ないんで、ここは普通にクリアとなります。まあリーバルトルネードがあれば2回鼻を動かすだけかな。まあでも普通にやっても簡単なんで、解き方さえ分かってしまえばね、普通にやっても大丈夫だとは思うんですけどね。一応リーバルトルネード使えば楽だよという紹介でした。はい、じゃあ真珠クリアということで、最後のメイン制御端末向かいましょうかね。何もないと信じて動力源を調べる。何も起きるな、起きないでくれ起きないはずはないんだよな。ということで、カースガノンだぞリンク、出てきたぞ水のカースガノンでございます。槍だね。水カースね、こいつもこいつでめっちゃ厄介なんだけどね。やってきました、水のカースガノン。あれはガノンが作った魔物。はい、100年前、私はあいつに仇は絶対取るぜ。ミカ、あなたなら勝てる。勝てるかな、この装備で。頑張ってみる、俺頑張ってみるよ。ミファ、見守っててくれ神。まずはいつも通り写真を収めさせてもらって、逃げます。また後で来るからよ、顔洗って待ってな。さよなら。晴れてるといいね。地味にこの貯水湖にいる状態でのバルッタ見れるの今だけなんで、これ結構レアだよ。はい、ということでまずお弁当を作りましょうか。やっぱりゾーラということで、お魚、魚を使った料理にしたいなと。まあ、素材を生かしたよね、魚の素材。バルッタ自体が暑いとか寒いとかそういう気温的な過酷な世界ではないので、力をまあ上げるのが絶対条件だなと思うんで、この剣台、これをそのまんま使っちゃいましょう。3つ、それと角ですね、角のかけら、これを合わせて魚の力をそのまま生かす。オラに力を貸してくれ、ゾーラ族、そして魚たち。力串焼き魚、この串を片手でいけるような、片手には盾、片手には串焼き魚という、戦ってる最中にも食べやすいんじゃないでしょうか。見ててくれゾーラのみんな、この魚を使って必ずや仕留めてみせるからな。はい、準備してきました。ガチ主婦縛り再来ということで、カースガノン戦なので縛ります。まずは弓矢、これを禁止、そしてシーカーストーン、まあ、これも全部使いません。さらにお弁当ね、この力串焼き魚、これだけを食べて臨みます。かなりで、ですね、装備、揃えてきました。このモップが多い理由は後になればわかると思うんですけど、まあこの辺でいけるんじゃないかなというラインナップ揃えてきましたけど、まあいけるんじゃないかなという感触だけあります、だけがねありますけど。さあ、じゃあ行きますか。ミファをこの手に取り戻す戦いの始まりである。食べます。
うめえ。攻撃アップ。行くぜ。倒す。さあ、水のカースガノン戦。これは、一応ジャストガードもできる。ジャストガードもできるし、あとはアイスメーカーを作って、武器自体を破壊するということもできる。ですが、まあ、基本は、こう、ラッシュで攻撃していくのが楽ですね。正直、初期段階というのは、もう遊びみたいなもんで、お遊びです。ほい。懐に入り込む。効いてるよ。ダブルヒットで当てていく。これもバク転で避けて、かなり猶予があるのでやりやすいですね。ああ、これは最初負けないでしょう。そして第2段階、これがね、また強いんだよ。これがこれ圧勝できるんだけど、まあ爆弾を使えばもちろん圧勝できる相手ですけど、いやー、氷のですね、弾を打ってきます。これがね、意外と難しい。意外とあれがね、処理が難しいんですよ、あれの。ではここで水のカースガノン戦について解説しましょう。第一形態はご覧になった通り簡単に倒すことができますが、問題は第二形態ですね。第二形態ではフィールドに水が満たされ、4つの小さな足場の上で戦うことになります。水ガノンはランダムに選ばれた4つの足場の真上とワープし、そこから攻撃をしていきます。攻撃の種類は少なく、基本的には氷ミサイルを撃ってきますね。ただしこれが結構厄介なんですよ。この氷ミサイル、当たればもちろん即死、しかも盾でのガードは不可能だ。ですので通常の攻略では弓矢で落とす、アイスメーカーで破壊する、逆にビタロックで弾き返して水ガノンに当ててチャンスを作るという、この3パターンの方法があるんですけども、今回弓とシーカーストーンは禁止なので、これらの方法は全て使えないと。じゃあどうするのかということなんですけども、ここで活躍するのがモップですね。この氷の塊、実は武器で攻撃を当てても落とすことができまして、このリーチが長くて速いモップでつけば難なく落とすことができます。ただこの氷、最大で5個まで塊を増やしてくるので、ここはうまく注目を切り替えながら素早く落としていかなければなりません。これ結構難しいんですね。続いて肝心の水ガノンへの攻撃方法ですが、水ガノンは2回クリティカルを当てるとダウンするという仕様になってます。なので氷を落としながらも隙を見つけて武器を投げて、2回クリティカルを取って足場の上にダウンさせ、ダウンしてる間に急いで泳いでいってハンマーで殴って倒しきるという攻略になります。この水ガノン戦で一番大事なのは短期決戦ですね。とにかく一度水ガノンをダウンさせるのに武器投げで2本も武器を消費してしまいますし、武器消費でモップがなくなってしまうと氷を落とせなくなるので、手持ちの武器を消費しきる前に一気に倒しきってしまう必要があります。まあなんとかなるでしょう。頑張りましょう。はいはい、はあ、はいはい、はっ、いや、はいはいはい、はっ、はい、いやマジでさ、武器がない、武器がない、ハンマーで、あー、うわー、危ねえ。あ、いけるぞ、ここここアンチか。よし、よっ、いやー、ちょっと待って、逃げれる、追いかけすぎ。よし、いやさ、これ届く、ちょっと試してみようよ。お、届くじゃん。ギリギリと届くか届かんか。届け、オッケー。めっちゃ遠いんだけど。おい、どうやって叩くんだよこれ。いやー、無理。
おい、ちょっとダウンしろよ。タイミング悪かったか。いや無理それは。オッケー、でけーでけー。わあ、もうでん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 、はい、よいしょ。まあ溺れてもよし、いけそうだぞ。集中すればね、絶対いけると思うんだよな。いや、もういけるじゃん。体力少なくなるとビーム追ってきますので、これをジャスが、どうなった。これたまにあるんだけどさ、どこにぶつかってんだろう。よーい、おら、くら、うわー、どこ行くね。いや、回復するぞ、あいつ。はい、いいね、急げ。いや、もうこれいけるっしょ。はい、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 終わりだ。ギリギリの、ちょっと待って、モップしかない、あと。いや、あっちか、しかも。いや、回復する。モップ投げてえな。一本投げよう。投げれないぞ、これ。まずはこれを。これを処理する。めっちゃ回復してる。投げて。うわー、外した。投げろ。ここを、まずは、処理！多分集中力だと思うから確実に倒せると思う。このリフレッシュした Y 章ならば倒せると思うんご。はいはいはい、相性ダボヒー、オッケー。さあ始まりだ。足場が狭くなった。気をつけて。投げます。投げて。これね。お玉を投げる。これね、2発目にお玉投げるといい感じでこの上に倒れてくれるんで、攻撃を当てやすいというのがあるんです。いやー、ダブルヒットさせたかった。まあでも当てられないよりはいいでしょう。どこに来る、いいじゃん、クワを食らえ。もっぺ、この集中を切り付けるのがなかなか厄介。投げて投げて、くっ、これでダブルヒットさせたい。あれ、いいぞ、かなり余裕でいけそうだな。これはビーム打ってくるでしょう。このダメージになるとビーム打ってくるんです。ぐいぐい回復してるけど、まあしゃあがない。解説が追いつかんが。よし、これでダウンしてくれるんで。はい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 、よし。そっちかよ。わあ、これは落ち着いて6個倒して落として終わり。そして投げて投げて、お前はこのクワの餌食となるんだよ。ほら、
ありがとうございました。完璧です。これぞ完全制覇といったところ。主婦だってやれる。畑のクワ、お玉、モップ、トンカチ、すべてを駆使して解放したぜ。ミファー、ミファーが出ると俺はもう泣いてしまうという。何ですかこれは。知らないものが降ってきました。無視しましょう。知らない、怖いんで。さあ起動しましょうか。バルッタ2つ目の神獣解放、行きましょう。ありがとう。おかげで私の魂は解放されて、このルッタも取り戻せた。でも昔のように遊ぶのはもう無理みたい。悲しすぎるんだけど。治癒の力も魂だけになった今の私にはもう使えない。いや、だからあなたに託すね。私の力、ミファーの祈り。昨日までずっと泣き続けてた。魂だけになってここに囚われて、これから永遠に一人きりなんだって。だけど今日あなたが救ってくれて、こうしてもう一度会えた。そしてこれからは私の力があなたの助けになれる。だからもう大丈夫。じゃあ行くね。私とルッタのお役目を果たさなきゃ。あなたがあの城でガノンと戦う時の援護、今度は失敗しないから。リンク、あの人を、姫様を助けてあげて。いやミファーは無償の愛だね。だからこそ地位の力をみんなに使えるのかもしれない。リンクだけじゃなくて。バルッタ、お前の出番だ。100年待ったぞ。泳いでいってる。通れる、そこ。通れたかな。ああ、かっこいいぜ。狙いよ、定めろ。おお、かっこいい。そこ、バルッタ。ルッタ、あなたのおかげで私はリンクの役に立てる。あの人が
ハイラル城で厄災ガノンと戦うとき、助けてあげて。あなたの一撃で、できるだけガノンの力を削って。それが、リンクにしてあげられる、最後の助けだから。ガノンを封印できたら、ハイラルに平和が戻る。あなたと私も役目を終えられる。お父様、お元気かしら。私、わがままばっかりで、いっぱい心配かけて。できればもう一度会いたかったな。いやちょっとお父さんに会わせてあげたいけどね。ミファーの祈りもらいました。ハイラルに平和が戻ってもミファーはここには来れないだもんな。リンクと遊ぶこともできないと昔のように。 DLC 版でまたミファーの日記とか読めるんで、その時の心情を知るとさらにねちょっと泣けちゃうんで、なくしてしまったものをどうすることもできないっていう、まあ、だけど前に進んでいくしかないっていうことだよね。こればっかりはやっぱ、あとはそのお父さんとのね関係が俺はもう一番泣けてしまうな。お互いこう思い合ってるよね。やっぱ最後に里の方を見てお父さんのことを思い出すっていうのがもうすごくなんかミファーらしいなと思いますね。